はい、皆さんこんにちは。高校野球 .com の栗崎です。高校野球 .com の川島です。本日はですね、大学野球の今年のドラフト候補である伊藤大海選手について語っていきたいなと思います。駒大苫小牧を卒業後、駒澤大学を経て2017年に苫小牧駒澤大学に入学した伊藤投手、2年生春のリーグ戦では6勝、防御率 0.35 と圧倒的な成績を残して侍ジャパン大学日本代表に選出されました。本日は伊藤投手のフォームを見ていきながら、伊藤投手の速球の秘密について川島編集長に解説していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、それでは早速、フォームの方を見ていきたいと思います。非常に見ていて思ったのが、伊藤投手はこの、スローモーションで見ていただければ分かると思うんですが、この軸足の乗せ方というか、軸足をこうプレートにこう押さえつける動作を非常にやってるんですけど、ここの押さえつけてからそこからのこの上半身この回線のスピードが、他のピッチャーと比べても、非常に速いのかなって思っていて、逆にこうピッチャー出身の栗崎さんの目から見てどう思いますか？本当に川島編集長がおっしゃっているように、軸足を使って後ろで溜めたパワーをうまく前に爆発させるうまさがあるのかなというのはすごくフォームを見て感じますね。そうですね、やっぱりこう、はい、上半身で投げてるか下半身で投げてるかっていうこういろいろ分類できると思うんですけど、間違いなく、伊藤投手はやっぱり間違いなく下半身のこの軸足とこの上半身のこの回線をうまく すごく速くするためにいろいろ考えて試行錯誤して投げてるピッチャーなのかなって思います。やっぱり高校時代からも非常に完成度は高いピッチャーだったと思うんですけど、画像と高校時代の画像を見比べてもらえれば分かりますが、だいぶこの下半身 この太さが全然違いますし、そこからの下半身のこのパワーをしっかりとこう爆発させる、もう体の動きをしっかりと再現できているのかなと思いますし、やっぱり実際にいろんな角度から伊藤投手のピッチングを見てもやっぱりもうパワー、変化球の精度といっても本当に一流のものがあるので、この1年どういうふうなパフォーマンスを見せるか楽しみだと思います。はい、ありがとうございます。はい、ということで、川島編集長本日もありがとうございました。ありがとうございました。高校野球 .com ではですね、高校球児のためになるテクニカル的な、面も少しずつ配信していきたいなと思っていますので、年間300試合観戦している川島編集長にまた随時ですね、テクニカル面でお話をいただきたいと思います。ありがとうございます。はい、なのでまたよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。また、伊藤投手のコラム記事ですとか、伊藤投手が高校3年時代の駒大苫小牧の野球部訪問などは、高校野球 .com で公開しておりますので、この動画の概要欄にリンクを貼っております。そちらをまたぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。お願いします。